こんにちは、森です。今回は私のレッスン動画になります。会場は東京ジャンボゴルフセンターです。今回は、グリーン周りのアプローチでちゃっくりとか、そういうミス防止、ちゃっくり防止についてお話ししていきたいと思います。まあ、基本ちゃっくりしちゃう人ってアプローチがまあ全般的に苦手、そこでちゃっくりしちゃうと、なんかそれその前の、ね、セカンドショットとかそんな悪くなかったのに、しかもそのグリーン周りだからもうあと数ヤードしかピンまでないのに、なんで乗んないのっていう、その精神的な負のループにも陥るきっかけにもなっちゃうと思うんです。なのでまあ確実にまあ寄せるというよりかは、そういう大きなミスを、無駄な一打をちょっと減らすっていうのを目的にちょっとやっていきたいなと思います。意識することとしては、ポイントがなんか3つあって、1つが、まずボールの置く位置、ボールの置く位置なんか分かってるよって思う人いっぱいいると思うんですけど、割とそのグリーン周りでチャクってやっちゃう人に共通していることが、ボールをすごいもう右足の真ん前ぐらいに置いて打ってる方が多いんです。で右に置くのがダメっていうわけではなくて、基本的にボールを右に置くとロフトって真ん中に置いてる時よりも立つじゃないですか。でロフトが立つんで、まあ、どんなアプローチ打つかにもよるんですけど、右に置いた場合ってロフトが立つから、まあ、よくランニングアプローチですね、まあ、低めのボールが出やすい。じゃ普通に真ん中に置いてポーンって打つと、まあ、このぐらいの高さです。そしたら右足の前に置いて打った時って基本的に球って低くなるんですね。もう一回やろうか。普通に打ちますっていうのと、右に置きます。多分これ後ろから見ても高さ違いますよね。でなんで低い球を、まあ、要は転がすランニングアプローチを打つ位置で、なんかよくふわっとしたボールを打とうとする方が多いんですよ。右に置いてふわっと打つとなると、思いっきり無理やり上げるしかないんですよね。なんか私うまくコンタクトできるんですけど、多分普通の人がこれやると思いっきり右に体重残るんでダフるんですよ。なので基本的にボールの置く位置は足と足の真ん中にセットしといてあげてください。でそのまま普通に、まあ、打っていくんですけど、まずはボールの置く位置、ふわっとしたボールが、まあ、ふわっとって違うかな、ちょっと高いボールというよりかは、まあ、普通に放物線描いていくようなアプローチを打てる位置に持っていく。だからランニングアプローチ打つときはいいけど、まずはそのちゃっくり防止なんで、ちゃっくりしにくくするためにまずは真ん中にボールを置いてくださいっていうのが1個で、もう1個が、体重のこの左右の比率ですね。基本的にちゃっくりする人ってこう上げようとして打ってった後右に残っちゃう方が多いので、アドレスの時に 7-3 か 8-2 ぐらいで左にちょっと重心置いといてあげる、多めに置いとく。で置いとくは置いとくんですけど、打ってる間もずっとこの比率は変わんない。打つ時にこうやって右に多く戻っちゃうと意味がなくなっちゃうので、7-3-8-2を維持したまま打つっていう感じかな。ちょっと多めに左にかけといて、この比率のまま打つ。でせっかく左に奥かけてるのに、打つ時にこうやって右に戻っちゃうとまたこれもジャクってなっちゃう原因になっちゃうんで、必ず比率7-3か8-2で左に多くかけといて、その比率をスイング中ずっと変えないで打つっていうのが2つ目、まあ、するとヘッドも上から入りやすくなるんで、
まあ、地面をこうザクッてなるのがなくなってくるかなっていうのが1個で、最後に3つ目ですね。3つ目は、ちゃっくりする人は結構アプローチに苦手意識がある方が多いんで、もうフェースにボール当てることにいっぱいいっぱいになっちゃうんですよ。だからこう打つ時に当てて、はい終わりみたいな、当たって安心っていうの気持ちも分かるんですけど、それやっちゃうと体全体がインパクトで全部終わるんで、ザクってなりやすい。だからアプローチどんだけ短くても必ず打っていったらおへそは目標方向に向けていってもらいたい。こうポチって打って終わりではなくて、基本的におへそは目標方向に向けていく、向けていきましょうね。まあ、それが例えば5ヤードだろうが、グリーン前だから30ヤードぐらいあるのかな、20ヤードぐらいかの場合も全部、短かろうが15ヤードぐらいだろうが必ず向こうに向いていく。だからそれもなんでっていうと、ここでところ全部止まっちゃうと、こうコークがバッてほどけちゃってボールの手前にヘッドが入っちゃって、入る確率が上がっちゃう。入っちゃうとザクっていってまたチャクチャクして、せっかく短い距離なので全然グリーン乗らないよってなりやすくなっちゃうんで、短かろうが何しようが打ったらおへそは必ず向こうに、向こうとか目標方向に向けるっていうところを意識してもらいたいです。でこれをちょっとまとめさせてもらうと、1個はボールの置く位置、足と足の真ん中に置いといてあげるよ。もちろんランニングアプローチするときは右側でもいいけど、まずはチャックリを直したいので、まあ、バウンスが歯から入らないでバウンスが滑ってくれるようにちょっと準備したいので、足と足の間に置いときましょうね。2つ目が体重の比率をちょっと左の方が多めに、7、3か8、2ぐらいでちょっと多めに左にかけといてあげる。これはスイング中もずっと一緒、構えた時弾んで打つ時に戻ったりしないで、必ず8-2なら8-2で意識したまま打ちますよっていうのが2つ目で、3つ目が打ってはい終わりじゃなくて、打ちましたでおへそを必ず目標に向けていく。この3つを意識して、真ん中左多め、打ったら目標方向におへそ向けるしてあげると、ちゃっくりが少なくなってくるかなと思います。で、もちろん練習場で試してもらうのもすごい大事なんですけど、まあ本当だったら実際の芝の上とかでやってもらった方がいいのかなと。やっぱそういうちゃっくりとかするアプローチとかって練習場でやっても別にミスしようが何しようが別にいいやみたいな心があるから、あんまり大きいミス出にくいんですけど、やっぱ本番ピンが終わったら寄せないととかいうプレッシャーから出ちゃうことが多いので、そういうプレッシャーにがかかりそうな状況でちょっと試してもらいたいなと思います。で、何回も何回も継続していかないとそれ全然慣れていかないので、必ずやり続ける、それ絶対変わってくるから、ぜひちょっと試してみてください。はい、で今回の動画は、アプローチグリーン周りのちゃっくり防止についてでした。いかがでしたでしょうか。ぜひ試してみてもらって、その感想をコメントでお待ちしております。私のレッスンなんですが、ここ東京ジャンボゴルフセンターで受講可能です。他にラウンドレッスンなどもやってるので、気になった方は私のインスタグラムの DM やメールに、気軽にご連絡いただければなと思います。インスタグラムのアカウントメールアドレスは概要欄に、載ってるので、そこからぜひ気楽に連絡ください。今日の動画は以上になります。ありがとうございました。